切り替わりましたかね。したかね。はい。したかね。皆様おはようございます。ミスタードリラーエース不思議なパクテリアレースの時間になります。走者のシーマです。よろしくお願いします。そして対戦相手は、はい、走者のエルと申します。そして解説に火遊びはダメよさんに来ていらっしゃっています。どうぞ。解説の火遊びはダメよです。よろしくお願いします。では早速始めていきましょう。タイマースタートはデータを初期化した状態でドリラー研究所を選択した瞬間となります。お二方準備のほどよろしいでしょうか。 OK です。はい、ありがとうございます。ではスタッフの方タイムカウントをお願いいたします。開始まで少々お待ちください。はい、始まりました。グッドラックです。さて、ここから約2分20秒ほど何もしない時間があるので、その間に皆様の疑問にお答えしましょう。ミスタードリラーってパズルゲームじゃないの？オーグナイランクなの？という疑問をお持ちの方多いと思います。結論を言いましょう。ミスタードリラーエース不思議なパクテリアはローグライクです。ではローグライク要素を挙げていきましょう。1つ、入るたびにランダム生成される遺跡を進んでいきます。2つ、持ち込みなしで道中で取得したアイテムの厳密なリソース管理が必要です。3つ、力尽きたら最初からやり直しです。どれだけ奥深くまで進めていたとしても得たアイテムを全て失い最初からです。これはもうローグライクとしか言いようがありません。それぞれ詳しくは実際のステージに入った時に解説していきます。ごくごく簡単にゲーム内容の説明をすると、主人公の堀進が4つのドリドラドの遺跡を調査するというお話です。さて、では簡単に走者のお二人に意気込みを聞いてみましょう。ではまず画面右手のシーマさん、いかがでしょうか。はい、改めましてよろしくお願いいたします。走者のシーマです。去年の2月にミスタードリラーエース、初プレイしまして、やっと、1年経ちました。1年経ってこの舞台に立たせていただいています。ありがとうございます。先日24日金曜日の夜にですね、カルト・オブ・ザ・ラムというゲームの、方でもレース参加させていただきました。ご視聴いただいてありがとうございます。で、今日もちょっと朝早いんですけども、これから30分ぐらい、このミスタードリラーエースのレース頑張りますので、皆様も眠らずに最後まで見ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では画面左手のエルさん、いかがでしょうか。では改めまして、ミスタードリラーシリーズエースといいますか、シリーズ全般で奏者をやらせていただいてるんですけれども、もともとシーマさんにこの C のダンジョンの、何ですかね、前の時のイベントで、アスカの裏白蛇島で、参加させていただくご縁ということで、今回のミスタードリラーエースもちょっと並走の形で呼ばせていただきました。普段エースの RT 走って、1位として呼ばれておるんですけれども、毎日の研究されておったり、あとは、記録を、1位を、世界記録を狙う人たちと追われておりまして、日々プレッシャーの中で過ごしておりましたが、今回そのプレッシャーに負けないように、いい記録といいますか、いい走りをお見せできればなと思います。はい、ありがとうございます。はい。走者のお二人ですね、4つの遺跡立ち止まることなく駆け抜けてくれると思います。刮目してご覧ください。というわけで最初のステージです。サンドラのへそですね。遺跡の内部にはカラフルなブロックが敷き詰められており、これが入るたびにランダム生成されます。画面の右下、規定メートルありますね。今回は300メートルまで掘り進めばステージクリアとなります。
そしてそれぞれの画面右上にある数字が体力を表すエアで、これが尽きるとゲームオーバーになります。ブロックを1つ掘ることに 1% 減るので、実質満腹度も兼ねていますね。道中に緑色のエアカプセルが落ちていて、これを取ると 20% 回復できます。実質大きなおにぎりですね。このカプセルの、深さ、配置される深さと数は固定なので、いかにスムーズに回収するか、あるいは見送るのかが RTA の肝です。そして、先行しているのが右手画面のシーマさんですね。あっと、今潰れてしまいました。潰れてしまうと 20% エアが減ってしまいます。あ、しかし、かなりデッドヒートというところで、わずかに L さんが先行していますね。基本的に先行している方に注目して解説していきます。チョコレート色の5ブロックは5回掘らないと壊せません。つまりエア、体力が 5% 減りますので、むやみに壊すとすぐに体力が尽きてしまいます。 263m、 家に帰るとタイムロスになってしまうので、うまく避けていきたいところ。すずむくんの顔も青ざめていますが、エアカプセルをしっかり回収し、エルさんがゴールですね。ゴールしたらタイミングを見計らってリセットをかけます。ゴール後に長いムービーが入るので、リセットすることでその時間をカットできます。次ですね。木の遺跡は少し深くなって 500m がゴールとなります。プールは変わりません。先ほどから掘ってるブロックは同じ色が隣接するとくっついて4つ以上になると消えます。このルートを選択して掘るかの判断が難しいところですね。エルさんが先ほどからちょこちょこと拾っているキラキラした石、ドリストーンと言います。様々な効果が即時発動する お助けアイテム、通称石ですね。ありがたいことに全て鑑定済みとなっています。例えばどんな効果があるかというと、マックスアップという石はエアの最大値を増やす実質威嚇鳥の種、スリーウェイという石は向いた方向3マスを掘れるようになる実質妖刀かまいたち、バリエーションに富んだものがあります。で、残念ながら今挙げた2つは RTA においては雑草以下のアイテムとなっています。雑草を拾ってた方がマシです。役立つ石についてはまたおいおい解説しますね。これらのドリストーンをいかに使うかがプロドリラーの腕の見せ所。使用時にはモーションが入って3秒ほどロスなので、使わずに駆け抜けるのか、使って、エア、つまり体力を節約していくのか、その判断が難しいといったところですね。また取得するため中身はわからないので運を試されます。当社のお二方はね、ちゃんと得を積んできたのか気になるところなんですが、さあここでシーマさんが家に入ってしまって、うん、デッドヒート、抜きつ抜かれつの攻防が続いていますね。無理で、さあ今ここでシーマさんが逆転して 300m、マジか入りました。一旦が良くなかった。ただエアの状況を見てみると、ややシーマさんは少ないので、この少ないエアをどう管理して 500m 駆け抜けていくかが気になるところ。その L さんが家に入っている間にどん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 下に掘り進んでいきます。何かやすい、ありがたい。スムーズにエアを回収しています。 400m 突破。残り 30% ほどエアがあるので、問題なければこのままシーマさんが駆け抜けていくところでしょうか。ところだね。追われる立場のシーマさん、いかがでしょう。いや今エアがちょっとギリギリなんで、ワンミスで死ぬんでちょっと気をつけてます。はい。デストロイ F 拾いましたが、デストロイレッドを使います。文字通り赤色の石を消してくれます。ここで少し調光しているが、エア 1% 危ねえ。その間にエルさんが追い抜いて 500m 突破です。マジっすか抜きつ抜かれつの攻防、解説している私も手に汗握ります。さあ目が離せないのですが、続いて、ゴールは 800m ですね。ここからは先ほど使用していたドリストーンを駆使していかないと踏破が難しくなってきます。なんでいかにこれまでどれだけ得を積んだかが試される試練の場となっています。遺跡の中には様々な家が点在しています。
テナマークの家は地底人がいる民家、あるいはモンスター部屋のどちらかです。モンスター部屋は実質、召喚スイッチなので絶対に踏みたくないですね。ここでもわずかに、あ、いや、もうほぼ一緒ですね。ほぼ一緒です。いや、これはテンションが上がってしまいますね。あ、素晴らしい。わずかにシーマさんが先行しているか。右手画面、シーマさんがわずかに先行しています。道中の家、ショップがあります。ショップはそのままお店で、泥棒はできないんですが、便利な石を売ってくれています。背景に壺や巻物があったりするんですが、非売品です。たまに野菜専門店になっていたりします。ホームウェイサービスという特殊な家もあって、これは完全に罠ですね。ステージの最初に戻される持ち帰りの巻物です。基本的には家に入ると2秒以上ロスなので入りたくありません。画面右上のエアはどちらとも余裕がありそうですね。実はエアカプセルを取得する以外にもエアの回復ができる緑色のドリストン、今シーマさんが拾いましたね。これがですね、エアが 20% 回復する実質大きなおにぎり、 10% 回復する実質おにぎり、 5% 回復の実質雑草、 1% しか回復しない実質腐ったおにぎりというラインナップに なっています。まあ、便利な石なんですけど、まあ、使うと3秒以上ロスなので、まあ、真のプロドリラーならなるべく使わずスマートにね、これ進められますよね。あ、はいはい、頑張ります。はい、頑張ってください。あ、かなりお二人競っていますが、今さん優勢ですね。先ほど 10% 回復の実質おにぎり、緑色のトリストンを拾っていたり、安定して進んでいっているのではないでしょうか。しかしワンダー全てが、はい、大きなおにぎりも持ってます。あ、素晴らしい。 20% 回復はかなりエア余裕が出ますね。お互いかなりエアに余裕がある様子。あとは、赤色のドリストンですね、こちらの石の引き具合によってくるんですが、あ、ということはシンマさんかなり徳を積んでおられるようですね。月曜日雪ちょっと多かったんですけど、埋まってた車突然して助けに行きました。お聞いたところによると、腰を痛めるあまり腰を痛めるくらい必死に助けたということで、はい、かなり全力で押しました労働者を。素晴らしいですね。じゃあ対するエルさんはどうでしょうか、徳の積み具合は。今ね、ちょうどフジフェスが始まる当日に墓参りに行きまして、これはかなりご先祖様を大事にする素晴らしい徳を積んで、綺麗に拭いてあげました。なるほど。汚れるのでね。あ、これは難しいですね。まあ、個人的には自己犠牲を持って他の人を助けたという部分において、この特バトルの勝者はシーマさんというところでしょうか。ありがとうございます。あくまで客観的な評価です。しっちゃん、まあ、走行しているうちにシーマさんは 700m 突破。かなりデッドヒートです。デッドヒートです。目が離せません。ここでシーマさんはバリアを使用。これは、1回だけの無敵装ですね。一度だけブロックから潰れるのを守ってくれます。あとはブロックの配置次第では逆転もあり得るというところなんですが、やシーマさんの画面は5ブロックの配置がいやらしいか。しかし黄色のブロックがかなり綺麗に消えていただいて、ほぼ同時ですがエルーさんがやや先行しているというところ。強いなあ。あ、こんな競っているレースが見られて私は大層興奮しております。これでレッドが早すぎたら抜く。さあ、ワルキューレ氷結ラストステージ、ここが諸悪の根源です。ゴールは 1200m。 どれだけマイナスがついていてもここで全てが覆る魔境となっています。ありがたい。はい、ここに突入したタイムが13分ほどということなので、まあ、クリアタイム22分台で世界4位くらいが狙えるというところですね。もう記録更新はほぼ無理ですね。シーマさん、今回の不思議 RTFS で気になった作品などありますでしょうか。一番気になった作品は、先日12時前ぐらいに行われてた、チョコボの不思議なダンジョン2ですね。あれ見応えありましたね。すごい楽しかったです。ずっと応援していました。
そのフシチャレっていうあのイベントが去年から行われていたんですけども、ここで初めてあのチョコボの不思議なダンジョン2の RTA を、まあ、拝見しまして、そこから結構ファンになりまして、で今回のイベントでも楽しくそのチョコボの走る姿を見れたんで、かなり感激しています。あともう一個、今日のもう日曜日なんでね、今日の、11時40分ぐらいかな、アスカ剣山っていう風来の試練シリーズの、まあ、スピンオフ作品ですね、あちらの方でレースが行われるので、それも非常に楽しみにしております。あの走者の矢太郎さんと結構親しくさせていただいてまして、まあ、今の僕と同じような環境ですね、あの世界1位の人とのレースとなってますので、かなり境遇も似ていて、あのとても応援しています。11時あの寝ないで僕見るつもりなんで、皆さんも一緒に応援してもらえればと思います。でからは以上です。はい、ありがとうございます。走っている走者に話を振るという悪行をしておりますが、エル、さんの方はいかがでしょうか。ちょっと待ってね。あ、大丈夫ですよ。ちょっと余裕がなさそうなので。危ね。ちょっと待ってね。かなり頭には順調に掘っているように見えますね。ちょっと辛い。精神的には。はい。じゃあですね、私から、気になっている作品を言わせていただきたいと思います。あ、お願いします。火遊びさんの気になる作品、はい、気になります。もちろんミスタードリラーエース不思議なパクテリアのレースに決まっているじゃありませんか。ありがとうございます。はい、本当にね、お二人のレースを見ることができて感慨深いですね。実は2021年4月9日まで SRC にこちらのゲームのページがなくて、僭越ながら私がエースを SRC に登録してしばらく一人で走っていましたので、こんな熱いレースが見られる日が来るとは思っておりませんでした。シンマさんはこのゲームのダイレクトマーケティングをしていると聞いたんですが、詳しくお聞かせ願ってもよろしいですか。はい、まあ、先ほどちょっとチョコボの話も出したんですけども、まあチョコボの不思議な男女2は走られている方でですね、あのミスタードリラー S に興味持ってもらっている方も、いらっしゃいまして、直接まあ、ドリラー面白いんでどうですかっていうあの声かけさせてもらいました。で実際今あの SRC 上で、世界3位の記録を持っている、改めバースさんという方いるんですけども、その方もあの僕のこのドリラーの配信を見てから、まあ面白そうだなということで興味持ってあの走って、で最初はあの僕の方が記録上だったんですけど、今抜かされちゃったんで、結構今僕の中ではライバル視してるんですけども、まあ、その他にもいろんな方に直接面白いんでやってみませんかっていう声をかけて、多分10人ぐらいはあの声かけられてると思うんで、まあ、この後多分あの RTA ハッカソンもね今開催されてますので、多分この後走ってくれるとは思うんですけども、まあ結構な方に見ていただいてまして、ありがたい限りです。以上です。はい、ありがとうございます。長々と喋らせてしまって申し訳ございません。ですが、折り返して、800メートル突破ですね。エアが若干厳しいですが、ミニドリ、こちらですね、エアの消費が半減になります。ので順調にエアを拾ってさえいければ順調に立ち止まることなく駆け抜けていけるんではないでしょうか。対して画面右手のエルさんはややエアが厳しいか、引きはいいんだけど全部悪い方に使わされてますね今。なるほど、追いかける方の心境としてはどうしよう、厳しいものがあるといったところでしょうか。しかしまだワンチャンあります。まだですね、まだです、はい、段は禁物。うっかり体力が尽きればアイテムをすべて失い0メートル地点からやり直しです。ローグライクの恐ろしさは1200メートル掘り切るまで走者の背後に忍び寄っています。さあデストロイ F5 ブロックをすべて消す効果。シーマさんは手持ちが若干不安ではありますが、ストロイ3、これは進むくんの周囲3マスを消してくれる、これはですね、ちょっと待ってくださいよ、実質鶴橋です。そう、実質鶴橋ですね。さあかなり厳しいですが、1000メートル
ここからはですね、かなりブロックの色の数が多いのが見てわかると思います。ブロックの色の数が多いということは、つまり掘る回数が増える、つまりエアがどんどん減っていくということです。まあ、変化の杖を使ってブロックの色を変え、なるべく消費を少なく掘り進んでいます。うまいですね。すいません、ショップは入ります。はい、ショップです。さあ、後ろに巻物棚、壺棚置いてあります。ここで石を爆買いします。おかしいな、やっぱり一流の走者は買い物とかせず走り抜けてくれると思ったんですけどね。おやおや。無敵装、実質1回の無敵装を使い、ミニドリでエアの消費を半減。あとはエアが若干厳しいですが、さあ残りあと 100m。 変化の杖、チェンジグリーンを使ってブロックをグリーンに変え、デストロイグリーンで一網打尽にしていきます。さあ残りのエアはもう一桁。うわ、マジか。さああとはここをどう切り抜けていくか。チェンジレッドで色を変え、デストロイレッドを使っていく。とバリアが剥がれてしまったが大丈夫。あ、ちょっと配置がいやらしい。やっべー、やっちゃったなこれ。これは、あ、これは終わった。 とここで順調に掘り進めていったシーマさんがまさかの潰れによりリトライ。そう、そして開始は0メートルからローグライク、こういう恐ろしさがあるんです。そして無情にも視点は先行しているエルーさんの方へ。エルーさんもかなりエアが厳しいが、そうなんですよね、ちょっと引きが使い方を間違えたら、あ、やべ、これは、あ、かなり厳しい。残り 4% 持ちはデストロイH、これは横方向のトンネルの杖、これでうまく連鎖を、いいですね、エアを回収。そしていい、デストロイ V、これは縦方向のトンネルの杖、これを使って、やば、さあどうだ、かなり手に汗握る。あ、は足りるのか、かなり配置がいやらしいが、うまいこと5ブロックをくっつけて 1200m 踏破です。いや、お疲れ様です。おめでとうございます。よし、はい、1200m 踏破したんですが、ここからタイマーストップまで約2分ほどありますので、少々指を休めていてください。はい、完走した感想はまた後ほどお聞きしますね。はい、というわけで、シーマさん、画面右手のシーマさんの方に点を向けましょう。ミスタードリラーエースの恐ろしいところはこういうところですね。恐ろしいところが出た。はい、シーマさん、大変お聞き苦しいのですが、今のお気持ちはいかがでしょうか。いや、楽しいですねこのゲーム。ですよね、楽しいですよね。はい、ということでね、ローグライクとはこういうものであると。たった一回のミスが全てを無に帰していく、こういう恐ろしいところですね。そして私はお二人が競ってくれると信じておりましたので、この後ですね、残り 1200m 踏破するまで何を喋ろうか大変悩んでおります。いや、申し訳ないですね。あと、いや、本当あともうちょっとだったんだけどな。そうね、もう本当にあと少しのところだったんですけども、しかも結局先行されてたわけですからね。はい、基本的にワルキューレに入る前からずっとシーマさんが先行していて、このまま駆け抜ければ、ストレートで勝つといったところも想像できたんですが、ほんの一瞬の油断が命取り、という間に逆転というところですね。このデストロイ V っていうアイテム、今3つ拾えてるんですけど、さっき1個しかなかったんで、ちょっとそれですね。そうですね、石の引きが、走りにかなり、そうですね、自分もなんだかんだ見てます、見てたし、ね、他がやはり得を積んだおかげか V、 デストロイ V かなり RTA においては有用なのでね、これをたくさん引けるといいというところなんですが、さあそろそろ画面左手のエルサム画面に注目です。鳥のミュースターを与えてタイマーストップです。 GG です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。何やら左手では街が燃えていますが、それはさておいて、まずはシーマさんの感想を応援しましょう。
何か話、大丈夫ですね。今走っている2色のゾーンですね。ここはブロックの色が少ないので連鎖でどんどん消えてしまって事故が多発します。この分エアは節約できるので、それだけ早く駆け抜けエアを取るかが大事になってくるところですね。そしてまたデストロイブ、実質トンネルの杖を拾いました。めっちゃいいですね。かなり潤沢な手札です。さっき来てほしかった。そうですね。こればっかりはアイテム運といったところで、いかにいい石を引けるかどうかでこのタイムが決まると言っても過言ではありません。雑草ばっかり引いてると本当にどうしようもなくなります。今までのランの中でもね、あの最後腐ったおにぎりを使わないとどうしようもう足りないという時代にも遭遇したことがございますね。それだけ。そうですね。緑色のドリストーンの中にエアを 1% だけ回復する実質腐ったおにぎりがあるという話は以前したんですけれども、そのたった 1% が命を救うこともありますからね。そしてまたトンネルの杖を引いていく。なんだこの引きは。最初の走りでこの引きを見せてほしかった。おかしいなぁ。引かれてたらもうあっという間に負けてましたから。本当にしかし走りとしてはとても危なげなく進んでいます。 800m で 60% あるのはかなりいいですよ。ここで V を使って5回掘らないと壊せない5ブロックを避けていく。素晴らしい。一度潰れてしまうとね、心が冷静ではいられないんですが、冷静なプレイングをされています。これは良いのではないだろうか。頭上のエアもデストロイ V、トンネルの杖、上下10マスを破壊してくれる実質トンネルの杖で危なげなく回収。この900メートルからが鬼門です。ここからはですね、見てわかる通りブロックの色が多岐にわたっていて、掘る回数が増える、つまりエアが減る。ここからが一番ワルキューレで厳しいところですね。落ち着いてエアを回収。更新の余地があっても、ここのエアの削れ方で、あ、ダメじゃんこれってなるっていうのを何度も、そういうのは結構あると思います。はい、ただ石の引きはいいので、このままエアをある程度持ったまま、いいですね。若干緑ブロック危なかったですが、おっと。解説も完全に観客と化してきていますが、さあ 1000m、 ここもね、見てわかる通りとてもブロックが細かいです。ここで 70% あっても掘り切る頃には 30% を切ることもザラです。多いねんな2個目が。しかし配置的には悪くなさそうですね。レンジレッド変化の杖で色を変えてデストロイ、色を変えてデストロイトーンを使うというのはかなり有効なコンボですね。鉄板デストロイホワイト、これは雑草以下です。はい、手持ちには、上下10マスを破壊するトンネルの杖もあり、これは硬いといったところでしょうか。最後まで油断せず駆け抜けてください。ここに家がありまして、ここの家モンスター部屋の可能性があります。このモンスター部屋ですね、うっかり入って、取られてしまうとエアを 20% 持っていかれるという最後の最後まで気が抜けないトラップとなっています。召喚スイッチ絶対に踏んでほしい。やべえ、なんだがそれを、あっと、えどうした、どうした、あでもまあ大丈夫です。エアが 20% 以上残っていれば復活できます。ということでシーマさんも 1200m 踏破しました。素晴らしい。いや最後お茶目出ちゃった。お茶目出ちゃいましたね。難しい。お疲れ様でした。ではタイマーストップまでやや時間がありますので、どうしようかな。先にゴールされた、エルさんの方から完走した感想をお聞きしようかなと思います。完走した感想ですが、まあタイムはちょっと正直なところもうちょっとせめて23分切りたかったっていうところと、まあミスもちょっと出ましたけど、あのまあ一応最後のショップ入っただけで買わず
決断していけたっていうのは、まあ一ついいところをやったかなと思います。こちらから以上です。はい、ありがとうございます。見ているこちらも手に汗握る走りでございました。さすがね、令和の派遣芸と言われるミスタードリラーエース、しかしこのミスタードリラーエース、不思議なバクテリア、2023年3月28日午前9時に任天堂 e ショップのサービスが終了してしまうため、ソフトが購入できなくなってしまいます。お値段715円となっておりますので、ぜひともお買い求めいただければと思います。さあ、1200m 踏破してからですね、だいたい2分ほど時間があります。この間にちょっとシーマさんは気持ちを休めていただいて、感想を考えておいていただければと思います。はい、でもあと30秒ぐらいですね。これ30秒、スタッフの方もタイマーストップの準備をよろしくお願いいたします。あと10秒ぐらいです。ここでタイマーストップです。はい、タイマーストップ GG です。感想お疲れ様でございました。では早速ですね、惜しくも敗れてしまったシーマさん、完走した感想をお聞きしたいと思います。はい、皆さん申し訳ございませんでした。正解1位に勝てるチャンスをちょっと逃してしまいました。まあ、最後はその持ってるアイテムのちょっと使いどころが悪かったのと、まあ、操作ミス判断ミスの部分だったんですけども、まあもうちょっとあと一歩っていうところでやっぱり、まあ、世界1位の壁はとてつもなく大きいんだなと実感しております。また30分ぐらいでしたけども、お付き合いいただいてありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。とりあえず、はい、感想は以上です。はい、全世界に向けて発信したいことはございますか？そうですね、先ほどWii U の e ショップですね、任天堂 e ショップの方でのサービスが終了するというお話、まずこれが、まあ、全世界に向けてね、今声を大にして言わないといけないこと、もうあと1ヶ月ですから、Wii U をお持ちの方はぜひお買い求めいただければと思います。他はですね、オールパクテリアパーセントっていうカテゴリーを今作ってるところなので、まあこのクリア後のダンジョンですね。要はクリア後のダンジョンのカテゴリーを今勉強中です。気になる方はぜひチャンネルをフォローしていただいて、遊びに来ていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございます。では勝利したエルさん、全世界に向けて発信したいことありますでしょうか？おや、あ、エルさんの冷圧がちょっと勝利の余韻に浸っているようですね。ちょっと音声トラブルかもしれないですね。そうですね、またおいおい、どうしましょう、発信したいことはお聞きして、どこかしらツイッターとかの方でいただけた方がいいですかね。そうですね。はい、ありがとうございます。お二人ともありがとうございました。素晴らしいレースを見ることができて、大変嬉しかったです。日遊びはダメ男さん、解説を引き受けてくださり本当にありがとうございました。皆さんぜひ火遊びやダメオさんのチャンネルのフォローもよろしくお願いいたします。不思議 RTA フェスはこの後もまだまだ続きます。次のゲームは片道勇者プラス、カテゴリーはエンドオブザワールドパーセントということで、走者の方はソラティンさん、解説はヒノキマンさんになっています。はい、では31分間のお付き合い本当にありがとうございました。これにて、ミスタードリラーエース不思議なパクテリアのレースを終了します。本当にありがとうございました。ありがとうございました。